どうもかげやんです今日はですね疑うということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、自分のね えー、常識や当たり前と思っていることがありますよねでそういうことをこう疑わずにというかそういうことも考えずにね普通にこう過ごしてしまっていることが多いかもしれないんですけどもねそういう自分の常識やね、えー、当たり前やと思っていることを疑ってみるっていうことっていうのがね結構こう大切なことというか、えー、そこに新たな発見というか気づきがあるんじゃないかなというふうに思って たりしてるんですね。あのー、だからね、あのー、なんて言うんですか、その疑ってみる、それそれが当たり前やという風うに思うことよりもですね、それは違うんじゃないかなということですね。だから自己肯定ではなく自己否定という感じですね。考え方としては、ただ自己否定と言ってもえ自分はダメなやつやとかあかんなという風に思うっていうことではなくてですね、その疑うことによってね、何かこうそこから こう生まれてくるものがあるということがある可能性があるというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。結局この疑うっていうことがですね、結局可能性を広げることになるんですね。で、結構ここの世界は無限の可能性があるっていうふうに表現する人もいるんですけども、その無限の可能性があると。 思うことが大事であってですね。そのためにも疑うことが大切なんじゃないかなというふうに思いますね。うん、あのー、そうですね。例えばその、えー、目が悪かったら眼鏡をかけないといけないと、眼鏡をかけないといけない、えー、コンタクトをしないといけないってこう思う。これをも何も何も考えずにメガネかけてるんですけども、これをどうしたらね。こう。眼鏡をかけずに。目を こううう見えるるるよよにに視力が上なるにはどうしたらいいかとかとですね、えー、ちょっとねあの例えがあまり良くないかもしれないんですけどもその例えばこう掃除をしてて普通に掃除してるんやけどもこれこの掃除でいいんかとかもっと何か違うやり方があるんじゃないかとかねそういう,こういちいち考えてみるというかね えー、そういうことが大事なんじゃないかなというふうに思いますねだから疑うっていうことはですね、えー、自分に余裕がある程度ないとあかん,んですよねだから もうギッチギチに忙しい状態やとね疑うも何もねそのやることでも精いっぱいなんで疑うも何もないですよねそんなこと後回しになっちゃうんでね、えー、ある程度のその余裕を持つっていうことがね、えー、大切じゃないんじゃないんかなというふうに思いますねだからやっぱりねこうどういうんですか80%ぐらいを全力でやるっていうのがもうずっと最近、えー、今年入ってから僕は思うんですけどもそういうのが大事その20%ぐらいの余白というか そういうもんが、えー、残ってる状態っていうのがね、えー、いろんなことに対して、えー、大切なんじゃないかなというふうに思うんですね。そのことの方が80%を全力でやって20%ちょっと余力を残しててあのー、全力出してないように見えるんですけども、その方が力を発揮できるっていうことの方が多いと思うんですよね。だから例えばその走る時にね全力で走るんやけども、その走り方でもですねあのー。 ガッチガチにガーッとこう力入れて走るよりもですねちょっと力を抜いてというか、えー、途中でねこう笑うぐらいの感じで走った方が速く走れるっていうのがあるんですね。なんかカール・ルイスちょっと古いですけどもカール・ルイスがえー速くなったんもうそういう。 こう緩めるというこういうねことをしたことによって速くなったっていうのも聞いたことがあります。ちょっと確かな。情報か、ちょっと今ちょっと調べてないんです、何回で聞いたんですよね。そうすることによって速く走れるようになったっていうことがあるんでね。その 余白を残すというかその余裕を持たせるということですね結局体でいうと緩めるということですね心も緩めるということですずっと緊張が走ってる状態ではなくてですねちょっと緩める状態で基本的にね今の時代というかあのー、昔もそうかもしれないんですけどもこう緊張状態っていうのが、えー、大体の状態やと思うんですねそれを緩める っていいい、えー、いうううここことととととがががが大切かか緩めるるるできるとそこから幅広に思いますねだからその緩みっぱなしもほんまはあ、良くないんですけども今緩みっぱなしの状態っていうのはなかなかそういう,こう恵まれた状態というかそういう方ってなかなかおられないと思うんでやっぱ緊張状態が多く続いてると思うんであの緩める状態ということをねちょっと意識する。脳を緩めるとかね えー、体を緩めるとかでそのために、えー、ストレッチをするとかねいろいろあ,りあると思うんですけれども、あのー、そういうことがね、えー、大事かなとちょっと、えー、それましたけどもね、えー、結局疑ってみるというか、えー、人を疑うというのはまたちょっと違うかなとそこは、えー、どういうんですか自分のコントロールできる領域じゃないところっていうのは、えー、何ももう考える。 考えない方がいいですね。そこを考えても結局あんま意味がないというか、そこは何もできないんでね。自分の考えられること、自分のできることに対してこう疑ったり、えー、考えたりするっていうことですね。そういうことを癖づけるというか、そういうことが大事なんじゃないかなというふうに思います。 だから、えー、例えばその当たり前のように出勤してると当たり前のように仕事してるけど、えー、自分はほんまにこの仕事をずっと続けていいんかとかねそういうことを考えるいうのもね、えー、すごく、えー、いい時間になるんじゃないかなと結局自分を見つめ直すことですねそういうことも大事だと思いますそのためにもですねその疑うっていうことがこう大事なんじゃないかなというふうに思いますただ疑うのもそのコントロールできない他人とかそういうことを疑う 他人の心を疑うとかそういうところはあまり考えないでいいんじゃないかなともうちょっと自分の方に向けるようにするもちろん相手のことを考えて何かするっていうのはいいんですけど疑うっていうことに関しては、えー、自分の範囲内のことで、えー、やった方がいいかなというふうに思ったりはしますということで今日は疑うっていうことについてお話しさせていただきましたでは今日もヨッシャでいきましょうどうもありがとうございます